しー頭を打ったら変な世界に迷い込んだ俺が小学生の頃いつものように友達とサッカーして遊んでたんだけどその時に変な体験をした車通りがほとんどないような敷地内だったんだけど 地面がアスファルト舗装の部分があって、俺がボールを蹴ろうとした時に、ボールの上を踏んでしまって、盛大にこけたんだ。で、その際に、バナナの皮でひっくり返るみたいに、後頭部を思い切り、地面にぶつけた。ガツーンって、漫画みたいに、星が飛び出そうだったけど、痛いより先に、視界が真っ白になって、意識が吹っ飛んでった。 それで、ここからが変な体験なんだけど、目が覚めたら、知らない土地にいて、今さっきまで遊んでいた友達が、誰一人いなかったんだ。俺としては、こけてから数十秒も経っていない感覚だったんだけど、よく見れば、空が夕焼け色に染まってたから、何時間も経ってることに気づいて、慌てて帰路に着いた。もしかしたら俺は気絶していたのかもしれないが、 それにしても、意識のない俺を放って帰るとか、次に友達に会ったら、怒ってやろうとか思ってた。でも、知らない土地から適当に街中を歩いていると、やっぱりどこもかしこも、記憶にないような建物ばかりで、ここが俺の知らない場所だということがわかる。というより、俺が住んでいた場所は、そこそこ都会だったと思うんだが、今いる場所は、街というよりは、 固い中の街といった感じでどの家屋も古臭く見える。昭和チック下町を一台古くしたようなそんな感じ。この時はこんな場所近くにあったんだ程度にしか思ってなくて物珍しさもあって街並みを観察しながらぶらぶらと歩いた。どこかに交番くらいはあると思って。だが、 どうも気になることがある。人も車も一切見かけないんだ。四方八方、どこを見ても誰もいないし、走行音とか生活音とかそういう気配も一切ない。それが分かった途端、妙に不安になってきて、交番を探す足取りも自然と早くなった。建物はあるのに人がいないなんてことがあり得るだろうか。 おい、誰か。俺は大声で助けを求めてみたが、反応はない。マジで誰もいないのだろうかと、諦めかけていたところ、道路の先に人影を確認した。第一村人発見、まさに気分は最高潮だった。早速声をかけて、ここがどこか聞き出して、できれば家に帰る方法か、交番の場所を教えてもらおう。そう思って、 俺はその人影に駆け出した。すみません。声をかけ、手を挙げて、駆け寄っていると何かがおかしいことに気がついた。人影によっても人影の陰りが一向に明るくならないんだ。なんて言ったらいいか、人影に入っているかのように、その人の体がやけに暗く映っているみたいに見える。 肌の色じゃなくて存在そのものが暗く見えるんだ。その人物まで数メートルといったところで俺は足を止めた。何かその人に話しかけたらいけないような気がした。そう思った矢先、その人物は俺に向き直り能面のような無機質な表情を浮かべて口を開く。どうしたんだい いかにも、うさんくさい言葉遣いだった。年の頃は、六十代だろうか。全体的に暗いことを除けば、どこにでもいそうなおじさんに見えるが、感情が見えない表情のせいで、幽霊とでも出会ってしまったかのように、俺は硬直してしまった。どこの子だいこんなところでどうしたんだいどれ、おじさんが連れてってあげよう。 俺が緊張でこわばっていると、自称おじさんを語るその人は、一人で喋り出し、俺の腕を取ろうと、前に踊り出た。その瞬間、おじさんの手が、俺の手を絡め取るより早く、俺は後ろに切り返して、逃げ出していた。その際にも、後ろからおじさんが何かを言っていたように聞こえたが、俺は無我夢中で、おじさんから距離を取った。 他にまともな人はいないだろうか。走りながら街を見渡していると、街の一角に田園風景が広がって見えたので、そっち方面に走り抜ける。すると、田んぼの一つに人影が突っ立っているのが見えたので、そこを目指した。一瞬、かかしでも立っているのかと危惧したが、近づけば腰の曲がった老人だとわかり、す すみません、と、ひいひい言いながら、声をかけた。田んぼの外側で立ち止まり、膝をついて、息を整えていると、老人がこっちに近づいてくる。ひとまず、交番の場所を聞こう。そう思って老人が来るのを待っていると、その老人の手に、釜が握られている。いや、農作業中だから、別に不自然ではないんだけど、 どうにも嫌な予感がした。今日ほど第六感が働いた日はないと断言できるほどに、俺の本能が逃げるように言ってきた。珍しいね、どこの古代。老人がおもむろに釜を振り上げたところで、俺は立ち上がって走り出した。近くで見ればやっぱり老人も日陰に入ったように暗かったんだ。そして、 さっきのおじさんと同様に、脳面を貼り付けたような、不気味な顔をしていた。この街にまともな人はいないのかと、あたりを見渡しながら走っていると、昭和でよく見かけた街角のタバコ屋みたいな店が目に入った。半開きの窓の奥には、老婆が座っていて、俺は今度は、そのタバコ屋の老婆を目指して走った。今度こそ、まともな人でありますようにと、 願っていたが、やはり顔を肉眼で捉えられる距離まで近づけば、その老婆の顔も能面のように正気のない顔をしていて、俺はすぐにかかとを返し、その辺の路地に逃げ込んだ。この街はどうなっているんだ人がいないと思いきや、出会う人全員が能面をつけたような似通った顔をしていて、それでいて全員が日陰に入ったように、 暗く見える。もしかして、夢、なのか息苦しさも、脈打つ鼓動もはっきりと感じられるが、俺はこれが、リアルな夢の世界だと疑い始めた。だって、さっきまで遊んでたのに、こんな高等無稽な街にいるとか、意味がわからない。そんなことを考えていると、夕焼け空は、さらに落ちてきて、 いよいよ夜に染まっていく。なぜか完全に暗くなる前に、この町から抜け出さなければならないという気持ちが湧いてきて、俺は路地から大通りを確かめた。と言っても、どうやってこの夢から抜け出せばいいのかさえわからなかったので、人がいないことを確かめた上で、道路をとぼとぼと彷徨うことしかできなかった。それで、あてもなく彷徨っていると、急に、 キーンコーンカーンコーンってな感じでチャイムが鳴り響いた。音だけでビビったがチャイムを合図に急に街中が騒がしくなったと思って路地に隠れて大通りを覗いていれば今までどこに隠れていたのか黒い集団がこぞって大通りを移動していた。不思議なのがすでに日が沈んでいるのに街には伝統がついていない。 そのせいで、もともと暗く見えていた街の人々は、余計に暗く見えた。それでもよく見れば、全員が似通った能面顔であることだけは分かったから、俺は息を潜めて、奴らに見つからないように、じっとしていた。チャイムが鳴り終わる頃には、その集団は、なぜか一箇所を目指して去っていった。俺はどこぞの家の兵の陰で、不適されるように座り込み、 いつこの夢が覚めてくれるのかと、切に願った。お腹も空いた。それに、現実と変わらない肌寒さもある。親に会いたい気持ちも強くなって、涙が出てきた。そんな時だった。どうしたの、僕。不意に声をかけられた。顔を上げると、塀から覗き込むようにして、 農面顔のおばさんが、俺のことを見ていた。うわぁ。俺はすぐさま逃げ出した。この町の人間は、全員あの農面顔なのかそれともただ単に、農面をつけているのかわからないが、当時小学生の俺にとっては、奴らの農面顔は、恐怖そのもので、泣きながら逃げ出した。 勢いのまま大通りに出れば、路面顔の人がちらほら佇んでいた。それで、俺に気づくなり、一斉に振り返ると、こっちに来なさい。楽になるから。さあ、さあ、さあ、と、全員が俺に手を差し伸べてくる。もちろん、俺は悲鳴を上げながら逃げ出したんだけど、夕方とは打って変わって、 夜の街中には、どこに行っても、能面顔の人が出歩いていた。街灯がないから、中にはぶつかったりもしたが、奴らは、痛いとかそういう感覚的な発言よりも先に、どこの子だいとか、さあ、一緒に行こう、と、執拗に俺を誘うような言動をとる。もう嫌だ。早く親の元へ帰りたい。そう願って走っていると、 道路の先、俺が向かって走っているあたりに、神々しい輝きが放った。一見して、日の出の紅葉に似たその輝きに向かって、俺は無我夢中で走った。ここでも、俺の第六感が、あの光の方へ走れ、と訴えかけていたように思える。それで、その光に触れる直前、背後から、楽になれたのに、と、 低い声色で囁かれた。一瞬ゾクッとしたが、振り返ろうとした刹那、視界が真っ白に包まれて、意識が遠のいた。ああ、これ、死ぬのかななんて意識が途切れる直前に思ったが、割とすぐに目が覚めた気がした。目を開けると、そこは病室だった。ちょうど看護師さんが、部屋の掃除に来ていて、 俺の目が開いているのを見て驚いたようにナースコールを押していた。男の先生が来ていろいろ検査されたが俺に異常がないとだけ看護師たちと話しているのを聞いてその時はまだ意識がぼーっとしていたから会話の全容はよく覚えていない。時間は夜の7時過ぎぐらいでちょうど見舞いの面会時間ギリギリだったが俺が意識を取り戻したと 連絡を受けた両親が飛んできた。何か、いろいろ一気に言われたが、ほとんど右から左に聞き流す勢いだった。ただ、俺が三日くらい目を覚まさなかったと言われたので、俺は、え、サッカーしてたけど、と、ぽつりとこぼせば、だからそれは三日前だって、と母に言われた。俺とサッカーをしていた友達の話では、俺はサッカーをしている途中、 ボールで足を滑らせて、アスファルトに頭を打ち付けた。そして、そのまま意識を失った俺を見て、友達たちが近くの大人に助けを求めて、救急車を呼んでもらったらしく、俺はこうして入院している。不思議なのが、幸いそこまで強く打ち付けていなかったので、数針縫う程度で外傷は治療できたそうだが、俺が意識を取り戻す気配がなく、いろいろと精密検査が行われた。 それでも、どこにも異常がなかったから、俺の担当医も、最悪大学病院を紹介すると言っていたそうだ。そんなことが、俺が眠っている間に起こっていたらしい。俺が目覚めてから、念のために、再度精密検査が行われたが、異常が見当たらなかったので、数日後には、退院手続きが行われた。もちろん、日常生活に戻ってからも、めまいがあったりとか、 体に異常があった場合は、すぐに病院に連絡するように言われたが、何ヶ月経っても、それこそ数年経っても、風邪以外かかったことがないくらいには、健康体だったので、病院にお世話になることは、あれ以来なかった。結局、あの時、俺が意識を失っている間に体験したことは、ただの夢だったと思ってるけど、今でも、あの時に感じたリアルな空気感は覚えている。 あの夢の世界にいた住人は何者だったのかどうして日陰に入ったように全員が暗く見えたのか能面を貼り付けたような顔は何だったのかすべてがわからずじまいだったが、所詮夢は夢でしかなく、考えても意味はないのかもしれない、と思った。ただ、改めて思い起こせば、もしかしたら俺は、 当時死の淵をさまよっていたのかもしれないと思っている。あのまま住人についていったら、俺は今こうして生きていなかったのかもしれない。住人たちの言っていた楽になるとはそういう意味ではないのだろうか。まあ、それほど不思議な体験だった。